ラジオと言ったら D.O. スペルがラジオと D を似てるから。で、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 スラビッグバンアタック、激烈講談爆撃マハ。生麦生米生卵、生麦生米生卵、フリーアナウンサー望月千恵です。ブソンくんのラジオで、笑い芸人ブソンのラジオ 100% パーソナリティの望月千恵と申します。でもね、武尊くんとの付き合いはかれこれも3年ぐらいになるんですけれども、もうね、ラジオのパーソナリティではいつもこう楽しい時間を過ごさせていただいております。こうね、分からないことは分からないとはっきり言いながら、こういろいろなことの話題を提供してくださっていて、話題も豊富で、奥様もね、ご家庭できっと楽しいお時間武尊くんと過ごしているんじゃないかなというふうに思っております。今日はご結婚式ということで、お二人のこの仲睦まじい、もうまるでハリネズミを愛おしむブソン君が奥様をさらにさらにさらに愛おしんでるような姿が目に浮かびますが、どうぞお二人末永くお幸せに、お二人の楽しい人生を一緒に歩んでいってください。またぜひ奥様、ラジオの方にもゲスト出演いかがでしょうか。ブソンのラジオ 100% 随時ゲストをご募集しております。今日お越しのゲストの皆様もぜひ僕も出てみたいという方は、この、ね、披露宴中にちょっとご祝儀の中にもう1枚伸ばして、ブソン君の方へとアプローチをお願いいたします。本日は本当におめでとうございます。ブソン君、せいらなくお幸せに。レーサーって何やってるの？レーシングドライバー、小村俊樹。カウントダウン TV をご覧の皆様、こんばんは、小村俊樹です。はい、すいません、武尊さん、改め橋爪健様、ご結婚おめでとうございます。そして奥様並びにご親族ご友人の皆様、はじめまして、お笑い芸人武尊ラジオ 100% 第3週目担当のレーシングドライバー小村俊樹です。私がブソンさんと初めてお会いしたのは、このラジオ番組の、まあ、同 FM 局同士のコラボイベントだったんですね。あれがもう2年ほど経ちますか。いや、早いですね。というか、もうその頃から付き合ってるっていうのを聞いたんで、もう、ね、初めて聞いた情報で、もう結婚するって言われたんで、もうびっくりしましたね。ちゃんと教えといてくださいね、そういうのはね。はい。まあですね、僕がラジオパーソナリティに、勤めるようになってからですね、もうそれも2018年4月なんで1年以上経つんですが、私のトークどうでしょうか。まあですね、僕的にはブソンさんが、楽しんで笑い疲れてしまうぐらいね、そんな回を収録できればなと思うんですが、まあなかなかですね、芸人さんですから、まあ僕がこの助けられてばっかりな気がしてですね、おんぶに抱っこじゃないですけど、まあ収録をすごい楽に行わさせていただいております。そんな収録中にも言いましたが、ちょっと気が早いかもしれませんが、お子様が誕生された際にはですね、ぜひ抱っこさせていただきまして、素敵な笑顔を近くで見させていただければなぁなんて思っております。最後になりますが、同じね、野球の、まあ、北海道日本ハムファイターズファンでありますから、ぜひ今度ご飯にでも行って熱いトークを交わせていただければなと思っております。ぜひお二人末永くお幸せにしてください。好きなものはピンク色です。プリンセスちゃんです。第4週目担当の姫子と姫香です。
ソンさん、おめでとうございます。ブソンさんがご結婚なさってとても嬉しいです。いつまでもご夫婦で仲睦まじくお過ごしください。結婚式のお写真、もしよかったら拝見させてくださいね。いつまでもお二人で末永くお幸せに。ブソンさん、ご結婚おめでとうございます。なりますと楽しいことも苦しいことも様々あるかと思うんですけれども、愛する人と2人で歩める人生はとっても素晴らしいことなんじゃないかなというふうに思います。私はラジオのパーソナリティとしてはまだまだ新参者ですけれども、結婚生活という意味ではブソンさんの大先輩になりますので、もし何かありましたらお気軽にご相談いただければと思います。月並みではございますが、末永くお幸せに。ビッグバンアタック。ブソンくん、ご結婚おめでとうございます。ブソンさん、ご結婚おめでとうございます。ブソンさん、ご結婚おめでとうございます。ブソンさん、ご結婚おめでとうございます。